トリマ、ヘルナの目が治ったおかげで俺も気兼ねなく2回戦に挑めるわけだが。腕的の石って、マジモンの天使じゃねえかよ。驚いたわ、天使って本当にいるのね。いるよ、その中でも私は慈悲の天使王、これほどの傷なら治すどころか、以前より良くしておきますね。感謝いたします。はい、これで完全に治りましたよ。今からまだ訓練すると思うけど、体は大事にしてくださいね。よかったな、ヘルナ、これで後遺症なしだ。感謝するわ。あとは2回戦、踏ん張らねえとな。邪魔よ、自動販売機にもたれないで。だよ、感知したのにまだ病室に泊まってんのかよ。防衛軍も宿泊費けちりたいんだな。ちゃんと宿泊費は経費で落ちるわよ。それに感知しようが、今日まで泊まる契約なのだから仕方ないでしょう。そうかい、ならギリギリまで病室を有効利用してやるんだな。じゃあな。カッコつけるんじゃないわよ、いい歳してみっともない。うるせえ、俺はずっとこうやって育ったんだ、今さら帰れるか。私が防衛軍に推薦するのだから、せめて最低限の作法とか、礼儀はわきまえて。はぁ、なんでそこまで言われねえといけないんだよ。当然、この私が初めて推薦するのよ、なら大会終わっても防衛軍試験までは私が指導するわ。待て、防衛軍試験って何月だ ?9 月よ、もうたったの2ヶ月しかないのよ、どこ住んでるの住所なんてねえよ、東屋さんについて行って軍事設備の宿泊設備を貸してもらってたからな。あの犬小屋じゃないなるほどね、戦場や場数は踏んでいるのね、そこは問題なさそうでよかったわ。なら、この大会が終わったら私の家に来なさい、部屋が余ってるから貸してあげるわ。ばっか、お前だって年頃だろ、いいのかよ。変な期待しないで、それに自身の身くらい守れるわ、あまり戦場に出ている女を侮らないことね。はぁ、わかったよ、推薦して指導まで面倒見てくれんだ、断る方がおかしいってもんだな。そうね、とりあえず明日は月読み隊長、精一杯あがいてみなさい、私の時みたいに。わかってる。よし、じゃあ寝るわ。明日、私はあなたを応援するわ。もう指定関係は始まってる、格上だからといってふぬけた試合をしたらその根性叩き直してあげるから。わかったかしら?はいはい、わかりましたよ、ヘルナ師匠。ふ、厄介そうなやつね。さて、緑茶を買ったら私も寝ようかしらね。ことかです。どうしましょう。緊張して寝れなかったのですが。ご主人。なんか握力上がりマジだね。メリアさん。何をしてるのですか?予売です。ですがさすがご主人。寝ている状態で予売阻止するためにこんな強引な技を身につけたのですから。いいんですか?ことかちゃん。ご主人は奥手です。自ら攻めなければ結果は。主人、確かに戦闘では胸なんか気にしないように、とは教えましたがまさかここまで成果を体感するとは。頑張ってくださいね。これ、寝れますかね?さてさて、始まりましたよ、WCG 2回戦。今日は激戦をくぐり抜けてきた新野正樹が次のステージに向けて争う。さあ、今日はどんな試合を見せてくれるのか、試合が終わった聖衣ちゃんはもう気軽に司会を務めちゃいます。シェインさんは試合やった時から結構自由奔放だったと思うけどね。でも2回戦から個室の選手控え室があるのいいね。ずっとエアコンの効いた部屋でいられるね。もう集中モードか。私も本来1回戦で負けてたんだもんね。事前の調整でメディアからも OK もらえたし、前回みたいに情けない試合はしないよ。ここですね。体の重心がわかりやすそうに見えて、オーラフェイクで反対側の足に重心を置いています。このフェイントが多いので気をつけてください。メリアもよくやる技術だね。大丈夫。多分このフェイントは癖さえ分かれば対処できそうだ。あとは初手からの作戦なのですが。珍しいわね、ソフィアちゃん帽子は。自分で髪結んだんだけど、髪結んだら帽子がかぶれなくて。一回戦の時のポニテでよかったじゃない?ないかなって。まあ、仕方ないだろう。戦闘のこととか何も配慮せずに、ただ結んだだけ、の髪ではな。ミエルには悪気ないんだ。許してやってくれソフィア。ミエルはただ考えが浅く、配慮が足りないだけなんだ。フォローしてるように見せかけて罵倒しないで。なんや、人間ばっかりで気持ち悪いな。それにこの包帯もなんか嫌やわ。仕方ないだろ、その角はこの世界では色々まずいんだから。他のはずせん、なんやねんこれ。急に数百の的台に出っ張りをなくす包帯、酷使しすぎでしょう、さすがに。とりあえず、耳は試合観察。絶対にこの部屋から出るなよ。出るとしてもミエルが同伴だ。いいな。あんたはうちの保護者かい。当たり前だろ。保護者兼師匠だ。
さて、第1試合、福読さんはどう戦うか。だな。さあ、2回戦第1試合、先陣を切るのはこの男。過去4回行われた WCG で、その全ての試合で無敗、そうそれは世界最強。誰もがそう言います。この2回戦、世界最強はどのような試合を繰り広げるのか。ちなみに本戦1回戦最高試合記録 1.7 秒という記録保持者です。そしてその相手になるのは予選、1回戦ともに快進撃を続ける東郷選手。なんといっても見た目によらず、計算的な戦術、そしてそこから生み出される爆発的な勢い。だが相手は世界最強、どこまで通用するのか、楽しみです。さて、世界最強さんよ、どこまでの代物か見定めてやろうじゃないかよ。さあ、ここから始まります。始めましょう。2回戦第1試合、福読選手対東郷選手。試合開始。さあ、2回戦、そろそろ骨のあるやつが相手だといいんだがな。てめえ。だな、てめえ、だが対策してないわけじゃない。考えたな、地に隠れればてめえはかわせるな。考えるのか、まあここまで来たんだ、てめえくらいで倒れるようではな。対策しかないからな、冷静じゃねえかよ。てめえ。なんだ、その気の抜けた技は。シュー選手、福読選手の攻撃をものともせずに反撃、どうやったんだ？何をしたの？彼。前衛の威力が全くない、あのニトロアーマーだけで防ぎ切ったな。ハタコンの調子が悪い、あんなハタコンは初めて見たな。そう、俺らしくねえ、前衛が効かないのはまだしもそこから反撃を許すなんてな。よくわかんねえけどチャンスだ、一回戦までの迫力も何もない。今日の間にボケ。福読さん、やっぱりことかのことで精神的に引きずっているんだな。能力やオーラは精神が弱ったり、乱れが応じると威力や精度が漠然と下がる。俺も訓練中何度も体感したからわかるんだ。そこまで強くないな、なんや、あのヘマチョコ能力。そうと言ってもさすが世界最強、追いすがるのがやっとかよ、ついで全く。聞いてくれよ。勢いだけでどうにかなると思うなよ。能力の調子が悪いならそれでいい、ならそれ以外で仕留めてやればいい、それだけだ。さすが、不調でも関係なく対応している。いろんな戦況をくぐり抜けたからこそできる臨機応変な経験力。反射とかせこいな、あんなんするやん。もしかすると手の内がわかるかもしれない、しっかり見ておこう。おそらく今後ない絶好のチャンスだ、絶対に無駄にするな。能力がうまくいかないということはオーラも期待できないだろうな。だがいい、所詮能力やオーラは俺の攻撃の手段の一つに過ぎない、大して痛くない。お前程度、今くらいで十分だ。ハト君、キルは止めてくれてありがとうございます。もう少しで取り返しのつかないことをしようとしてました。いいよいいよ、ことかって今まで喧嘩とか起こったりとかしたことないでしょ。なら感情の抑制ができないのは仕方ないよ。迷惑をおかけした私が言うのもあれですけど、仲介に入るの、すごく慣れているんですね。どういう表情ですか、パト君。てたか、確かに今はみんな仲良しだ。だから喧嘩なんてきっとないって思っているだろう。だが訓練中は違う、結構罵倒や罵声、胸ぐらを掴むほどの大喧嘩だって平気で起きる。だから何回言わせるんですか、バカなんですから体でさっさと覚えてくださいよ。うるさいわね、コツをつかもうとしてんだから黙ってなさいよ、見てるだけのくせに。な、落ち着こう、訓練うまくいかないとイライラするよね。ほら、落ち着こう。パト君、カナちゃんとソフィアちゃんにビシって言ってよ、すぐにサボるんだから。うん、ハク、確かにハクは毎日勉強とか訓練を真面目にするからね。俺から言っておくよ。本当お願いだよ、不真面目な人を見るときがちってイライラするからね。そうだ、俺が技の実験相手になるよ。お願い、メリアちゃんから言われた焼きか蓬莱の調整したいから。普段は起こることはない。基本的に訓練でストレス発散してるから大丈夫。多分。なるほど。慣れているんですね。道理で手際がすごく良かったわけです。迷惑をおかけしてすいませんでした。いいよ、むしろもっと自分に正直になっていいんだよ。ここにいるみんなはちゃんと受け止めてくれるからさ。特に俺が。ご視聴は
ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。